い、皆さんこんにちは、アオリーチャンネルです。今日は S です。で待って、もう一回テイク2しよう。皆さんこんにちは、アオリーチャンネルです。今日は金曜日のルーティーンをやっていきたいと思いません。思います。はい、隣にいるのはエイちゃん。今日は放課後ルーティーンを撮っていきたいと思います。はい、ここは我が家です。我が家です。ということで、はい、遊びに来てます。遊びに来てます。遊びっていうか、お勉強しに。本当？本当です。本当です。さっきまでリコーダーの練習してました。吹いとく。まあとりあえず、はい、はい、今日はやっていきたいと思います。レッツ、おはようます。レッツゴー。はい、じゃあリコーダー。それでは、奈良早々です。せーの、せーで。まあ、勉強ね、ずっとリコーダーやってたんで、勉強やっていきたいと思いまーす。思いまーす。いや。はい、ということで、お別れです。お別れ、お別れ。あと何年後だ、次会えるの。早くて10年。あ、そっか。と月曜日会います。はい、ということで、はい、じゃあバイバイ、ありがとう。バイバイ、またね。あ、ちなみにリコーダー終わった後めっちゃ勉強してました。私たち偉い偉い、偉すぎてやばやばいね。バイバイ、バイバイ、またね。元気でね。なんか合わなくない。チェ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 がハグチュルルルルルルル。帰ります。はーい。さあ、こうやって会いたいわ。ただいま、許してください。ただいま。おかえりんこ。あおちゃんもおかえりなさい。すいません、ちょっと遅くなりました。買い物もしてたもんで。はい、じゃあのちょっと悪いなと思ったんで、お土産を買ってきました。なあ、これアマリア。うん、なんかね、駅で買ったの。なんかね、チーズケーキかな。お、すごい、見て、高そう。とろける口どけアマリアチーズプレーン、はい、っていうのを買ってるので、とりあえずもうご飯今作るから。一回見せして。ご飯食べたら食べよう。わ、すごい。そうそう、なんかこういうなんかね、ほじって食べるみたいなやつだった。やば。うん、だから後で食べようね。匂いしません。はい、わかりました。じゃあママご飯作ってくるから、おんちゃんは部屋を片付けてください。あー、はいはい。パルシコ寝てますね。おかえり。ただいま。ご飯作ってたら寝てました。すぐ寝ちゃうんだよね。もうすぐご飯だから起こします。おはよう、おちゃん。寝てたね。ご飯です。はい、今日はロールキャベツとカニクリームコロッケとアジフライと昨日の残りとあとガーリックライスです。いただきます。はい、どうぞ。残り物から、うん、うん、ロールキャベツどうですかね。食べてみてください。端っこを食べるという。普通さ、ロールキャベツってフォークとナイフ出てくるよね。スプーンと箸。美味しいよ。美味しい？よかった。あおちゃん、これさ、食べたいってたじゃん。カニクリームコロッケ。なんか揚げたらすごい横から出てきちゃって、ちょっと大変なことになった。いつもやっちゃうの、それ。はい、じゃあどうぞ、ゆっくり食べてください。はい。はい、パパもどうぞ。あんたはそこに食べれない。はい、どうぞ。はい、現在8時でございます。ということで、今から勉強をしていきたいと思います。まあ、今日は理科をやりたいと思います。あー、今日寒いっすね。めっちゃ関係ない。めっちゃ関係ないんですけど、
ちょっと今日は早めに寝て、明日早く起きて勉強できたらいいなとは思っています。さ、ごめんね、さっき寝転がってたからさ、死ぬほどぐちゃぐちゃ見て、超ぐちゃぐちゃ、あーなんか飛び出た、見て置いといて。じゃあ、まあ、理科の勉強やっていきたいと思います。スターティー。はい、2時間終わりました。今とりあえず2時間やって、今現在の時刻が10時7分くらいでございます。ママがデザートを買ってきてくれたじゃないですか。それを食べたいと思います。食べたら寝ます。あ、嘘、ごめん、嘘ついた。お風呂入って寝ます。そういえば最近机の上をガラッと変えましたその報告いるみたいな感じなんだけど、変えましたってだけです。勉強疲れたまあ、ね、ちょっと今日はあんまりできてないので、明日と明後日土日で頑張ってできたらいいなと思ってます。まあ、明日は数学のワークを全部終わらせたいので、まあ、全部は無理かもしれないけど、ちょっと数学のワークを進めたいので、そこは頑張りましょうみんなも頑張りましょうね、勉強。じゃあママにデザート食べさせてくださいっつってね、もらいたいと思います。そう、卵だね。何が、見てみ。あ、卵だね。卵だよね。え、嘘。はい、お勉強ご苦労様でした。はい、プロロシコとろけろ口どけアマリアチーズプレーン、ウェー、振っちゃった。振らないでよなんかこれ、なんかお店の人がスプーンでなんかこうほじって食べてくださいみたいなこと言ってたの本当かな本当だよ、お店の人が言ってた冷たいなんかね、こんな感じだね。なんか生クリーム乗ってるみたい。うん、ちょっと初めてなんだ。ちょっと食べたいな。ちょっとこれで一回さ、取ってさ、お皿に置いてごらん。あ、柔らかい。柔らかい、プリン並み。あ、すごいすごい、残っちゃった。高かったんでしょなんだっけ、ジャパネットだっけ、あれ違うっけ、これ高いんじゃないの社長ね。あ、社長だ。どこなんだろう、あれどこだっけ。あれ夢グループ夢グループだママやった方が断然早い。いや、お高いんでしょ。お高いんでしょ。でもこれ、お高いんでしょはい、ちょっとこんな感じ白くない？白い。映った。多分映った。いただきまーす。どうぞ。うまっ！うまい！うまい！やばい。高そうなお味。これまた買ってきて。うん。出たら。で、さっきね、勉強する前に私、お勉強し終わった後、これ食べて、ほらって、寝て、明日早く起きて勉強するぞーみたいなこと言ってたんだけど、友達からお電話の誘いが来ましてですねちょっとお電話をしたいなと思っちゃってましてね、これ食べ終わったら、それでもシャワーでいいです。髪の毛とかから洗って、もう即出て、友達と電話をしたいと思います。もう寝落ち通話できるぐらい並みにベッド入ってしますので、うん、電話するの。はい、わかりました。はい、じゃあ急いで食べて、急いで入りましたね。うん、はい、お風呂上がりました。はい、寒いここの部屋寒い。そうなんだよね、ストーブつけてけばよかったねせっかくお風呂出たのにねはい、冷えます。じゃあ友達とお電話してきますはい、してらっしゃい。していきますよ。はい、あんまり長電話しちゃダメですよ。分かってる。はい、多分電話しながら寝ちゃうと思うので、意味わかんないんだけど、先にバイバイ、おやすみって言ってきたいと思います、皆さんに。はい、はい、ということで、今日は金曜日のルーティンでございました。はい、どうでしたかはい、それでは皆さん、おやすみなさーい。おやすみなさーい。電話、電話、電話。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。
そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。